はい、皆さんこんにちは。今日は鶏の手羽先部分ですね、これに肉詰めをしていきたいと思います。コツは包丁を入れる前にここの軟骨をこうグニグニとしてへし折っていきます。へし折ってる音がこう鳴るんですよ。軟骨からこう外していく作業を行っていった方が作業がはかどります。グニグニって音がします。でその後にここを取って作業が逆取ります。これをある程度肉から身を剥がします。剥がしていく作業を、これ地道な作業なんです。とても地道な作業で、もうやりたくない人がもう続出、じゃあもう業者がやりましょうってことでやってはいたみたいなんだけど、この肉詰め中の骨の2本を取るだけです。こうやってバン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 とこうやるといとも簡単に骨が取れます。こう取っていってください。でも注意点は、なるべく鶏肉は洗わない、洗わずに作業を行っていく。そうしないとこの周りが汚くなってきます。でこの部分に美味しい具材をたくさん詰めていきたいと思います。でもっとこういう風に剥がし取っていってください。強引に剥がし取っていくような感じでやっていった方がこの料理はもう上等です。第二関節、最後の関節の方もですね、さっきと同様に剥がしていって、でなるべく軟骨部分をカットする。こういう骨は全部取っていってください。骨を集めて今度は骨料理もできますから、こう手羽先の骨を取ってここに詰めていきます。うまいもの詰めですね。はい、骨抜きをしたこの鶏ガラですね、鶏のガラを沸いたお湯、を霜降りをして、こう濁った汁を一個ガッツってもらいます。余計な血とかをさっと洗い落とします。水を入れてまた戻して最低でもだいたい1時間、長くて3時間ぐらいはゆっくり炊くと透き通ったスープができます。鶏ガラスープ。ゴツゴツ炊くと長浜ラーメンみたいに、豚骨ラーメンみたいにこう十分取りますよっていう感じでも2種類あります。これはもうお好みで選んでください。少し沸いてきたらアクを取っていきます。ここに長ネギの頭の部分、こういう玉ねぎのいらない部分も入れていきます。あと人参の皮も少し入れていきます。で生姜、生生姜とかあればいいんだけど、なければもう中火の生姜を少し入れて、だいたいこれで1時間半ぐらいは炊いていきたいと思います。ゆっくりコトコトと出汁を取っていきます。はい、まめにアクを取って、もうほとんどこう浮いてる黄色いのが旨味の元の油になります。こういう油をなるべく取れないようにして、割と1時間半炊いてますから、あとはこしていきます。こういう風にこして、もっと大きなものを使ってください。これを卵スープとか、もう自然の添加物なしのスープです。わかめスープとか卵スープとか、そういうのに活用してください。